ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年5月29日、ホロライブプロダクションより、ホロライブイングリッシュ新人の 3D お披露目の予定が発表されました。デビューから、たった304日での 3D 発表に対し、海外二次三次ファンは、ホロライブは 3D をくれるが、二次三次は卒業をくれると怒っています。例えば、ペトラグリーさんのお披露目告知は、デビューから964日経ってのことです。2年半以上経たないと実装されなかったりするんですね。2年半は長すぎるよな。まあインドネシア人と韓国人は何年経とうと 3D もらえないんですけどね。これに対し、二次三次の陸社長は、新しいライバーをリリース、放流するが、ホロライブの野豪社長は、3D をリリース、発表すると皮肉っています。風刺画像も作られているのですが、それは見せられませんね。いらない魚はキャッチ&リリースで池に戻さないといけないからね。以上、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。